はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、てけてけです。はい、とって、明日はメンテビになるので、更新情報を見ていきたいと思いますが、その前に、ちょっと今回、忘れ物チェックコーナーの動画、出せてないので、まずは今日最終日のガチだったり、イベント、やり忘れがないか、このタイミングで一緒に見ていきますか。はい、そして毎度おなじみ、アップギャラリーですね。放置少女に課金するのであれば、トップクラスに安く、15% 還元で、期間限定で課金できるサービスで、その他放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から、課金する際は、アップギャラリー、利用してみてください。まずはラッキー割引ガチャ、タヌキガチャですね。最終日となりますが、まあ、こちらは8割、9割ぐらいが出た時、かなり課金効率いいので美課金の方なんかでも、まあ、狙ってみるのもいいかもしれませんね。はい、そしてギワちゃんですね。ガチャ最終日となりますが、まあ、ギワちゃんに関しても実はスキル1で風波ばらまけたり戦役ボスなんかで活躍できるデバフを持っており、でパッシブなんかでも常闇という一応最悪状態持ってるキャラクターなんですね。常闇つけることで、まあ、毒か現金か束縛を敵につけることができる、まあ、結構厄介な最悪状態持ってたりするんですが、まあ、このキャラクター単品で見た場合、この影子がやっぱり剥がれてしまうっていうところが、まあ、今の生後剥がしまくり環境だと剥がれる影子キャラクターは短期だとどうしても活躍できないような状況になってしまっているので、まあ、登用して活躍させるのであればマーリンだとか小使命、まあ、あとはかぐや姫なんかと組んで剥がれない影子化する必要がありますね。まあ、そういう意味でちょっと無備課金のプレイヤーさんにはおすすめしづらい感じになっちゃってますね。まあ、風波ばらまき戦役ボスなんかで使いたい場合にはいいかもしれませんが、まあ、ちょっとそのために CMR1 体取るのはさすがにコストかかりすぎかなというところでしょうか。はい、最終日ですが、まあ、基本的には見送りかなと思います。はい、そして絢爛無限ガチャ、まあ、こちら MR キャラクター5体のワゴンセールガチャになってますが、まあ、今回特にこれといって強くおすすめするキャラクターはいませんかね。はい、さらに美少女楽園仮想の集いラキスタガチャも最終日となっていて、まあ、今回美少女楽園ガチャの方は水鏡先生が多いかなり優秀なキャラクターになってるんで、大義的な意味合いで水鏡先生なんかは時間をかけてゆっくり絆ちょびだめ、まあ、最終日ですね、招待券なんかを使って原本を消費せずに絆ちょっとずつ集めていくのはいいかなと思います。はい、仮想の集いガチャの方も、まあ、UR ですね、 UR アバター戦というよりはのキャラクターたちの中で、まあ、トータクがかなり大きい的に優秀なので、はい、こちらも絆のちょびだめ忘れずにやっておきましょう。まあ、あと UR だと北条氏康だとか、まあ、劉表あたりが、まあ、奥義としては候補に入っていきますかね。はい、で最後ラッキースターガチですが、こちらの方はなんといっても超運ちゃんですねの UR がいるんで、まあ、このキャラクター今戦役サブ MR アバター戦まで持っていって、なおかつ結婚化してれば最強のキャラクターになるので、戦役サブの経験値稼ぎ最適キャラクター、まだ絆貯めてない人はその UR の段階ですね、絆貯めれますんで絆ちょびだめ最終日やっておきましょう。で奥義的には前田刑事も超優秀な体力奥義に絡んでるので、まあ、超運からの前田刑事で、その後は、まあ、サジだとか聴覚曹操や曹操あたりがいいですね。まあ、最終日総称うまくいけば今回投用できますね。はい、ランゼロファーストシーズン投用できるか、絆2倍来い。お疲れ様でした。でこの後くんですよね。ちょっと1回だけ回しときます。これに絆出るかもしれない。あ、出ないですね。はい、ちょっとこれ総称に関しては次来るのが1ヶ月半後とかになっちゃうんで、はい、ちょっともう取っちゃいますか。まあ、可能であればノラで取りたいですが、ノラ絆落ちないですね。はい、もうこのままいっちゃいましょう。はい、総称投用してランゼロファーストシーズン、はい、この HP レベかけ300上がる奥義ですね。はい、今主力のミカちゃん HP 2500万ですが、これがどうなるか、奥義解放。はい、そしてミカちゃんの HP、はい、2525万ですね。25万上がりましたね。はい、という感じでレベかけ300なんで数万しか上がらないと思いきや数十万上がりますんで、いろんな掛け算でまずまずの HP の足しになるんですよね。はい、そして絆のちょびだめ忘れずにやっておきましょう。はい、そして更新情報を見ていきたいと思いますが、ちょっとなぜか私のパソコンの画面キャプチャーが全く働かなくなってしまったので、今画像に映ってるこちらの更新情報ですね、編集で画像を差し込む形で載せてますので、はい、基本的に動きのない絵となってしまって申し訳ありませんが、ちょっとテケテケも今映せないし、更新画面も今映せない状況で iPad を見ながらグダグダと喋ってます。はい、ちょっと申し訳ありませんが、この先しばらくそんな感じになりますのでご了承いただければと思います。はい、そしてまずは画面に映ってると思いますが、陽線の余命化が来ますね。てかペースがすごいですね、陽線。この前2月でしたっけに来たばっかりな、結婚キャラクターの中でも再販めちゃくちゃ早いって言ってたのが2ヶ月前ぐらいだった気がしますが、もう速攻できましたね。なぜこんなにこの花嫁だけ投げ売りするのか。まあでもちょっと今の環境だと陽線ちゃんは、まあ、強いことは強いんですが、まあ、武将も新しい強いキャラクター更新して出てきたし、これといって今ゼロから登用するのはおすすめじゃなくなっちゃいましたね。はい、でラキスターガチャ来ますね。はい、今回芝生関羽真田幸村高天下呂布高尊さん武田信玄出雲の奥に石川五右衛門片倉小十郎となってますが、スキル的には急いで取るべき副将ちゃんいませんね。で奥義的には、まあ、高尊さんだったり武田信玄芝生、まあ、関羽出雲の奥にあたりがとても優秀、あと呂布ちゃんもいますね。そこら辺からであれば絆ちょびだめしていっていいかなと思います。で砂浜の宝探しに関してはそんなにお得な課金イベントではないので、基本スルーで OK かなと思いますね。はい、で美少女楽園の方はチョコメちゃん来ますね。そしてもう天童森元成李牧半
長立花宗茂、坂田金時、長者小野の小町、埼玉五一となってますが、まあ、スキル的にはチョコメちゃんが祝福ばらまいてくれますが、今はもう祝福キャラクター、この前のウッドハートがとどめになるような感じでもう出過ぎてますんで、まあ、急いでチョコメちゃんの絆を貯める必要はなく、まあ、絆ちょびだめでゆっくりガチャに実装されるたびにちょっとずつ絆貯めていくのがいいかなと思います。でまあスキル的にはあと埼玉五一なんかがエマラアバカまで持っていけば、仲間連携スキルで出陣時味方の白バフだったりのタンスを3ターン増やしてくれたりするんで、まあ、結構優秀な仲間連携スキル、毛利元就なんかも流血耐性 150% 上がる仲間連携スキルエマラアバカすれば使えますんで、まあ、連携スキル的には毛利とか埼玉五一なんかがいいですね。で仮想の集いの方はリボク、テイク、朝鮮、高順、脅威、対帝宝、天意、序書、祝友が一斉に登場となってますが、まあ、これ SSR から UR アバター戦までガチャとしては並びますが、まあさすがに SSR のこれらのキャラクターに原稿を使うのはもったいないので、まあ、UR 以上のこれらのキャラクターで奥義だったりスキルが優秀な副将ちゃんいるかどうかですが、まあこの中だと脅威ちゃんが UR でちょっとだけいい奥義絡んでるんで、 UR 以上だとそれぐらいですかね。まあ、リクソンちゃんが主将ちゃんの防御力をアップさせるパッシブなんかを持ってたりするんで、ちょっと変わり種ですがリクソンちゃんなんかも、まあ、主将ちゃん固くしたい人は、まあ、かなりニーズは限られますがいいかなと思います。で一番下の綺麗多彩ですが、こちらはかぐや姫、浅井長政、盲点、対抗棒、足アドマント、まあ、これといって急ぎのキャラクターはいない感じですかね。はい、そして衆ギフトと水筒巨星ですね。今画面に映ってると思いますが、まあ、衆ギフトの方は風前費用ってことで、まあ、美課金の方にもお得な課金アイテムになってるんで狙いたい人はっていう感じで、水筒巨星の方は基本スルーで OK です。さあそして章ですね、やっぱり結婚書きましたね。はい、もうこれはこの前ネタバレしてたんで予想通りというとこですが、はい、ちょっと拡大して見てみますが、ちょっと私の中赤のイメージだと赤のイメージなかったんで、いやなんか見慣れない感じでも、まあ見た目はもうショーのまんまですね。別人にならなくてよかったなとは思います。さあ明日どんな嫁アバターになるのか、下手したら7周年よりビッグなキャラクターになる可能性あるんで、ちょっと怖さもありますが楽しみに見ていきましょう。はい、でショーに関しては、まあ、もう皆さんご存知のスキル1で味方に蓄力をつけることができる副将ちゃんで、まあちょっと蓄力の量が今大使命だとか、まあ、あと MR アバターダッキーなんかが、まあ、攻撃力だったり上定状態勢ダメージ反射耐性なんかを 80% 上げられるのに対して、ショーちゃんは 60% しか上げることができないんで、やや蓄力の威力としては弱いものになってしまってます。でその代わりスキル2の方で敵全体に対して罪悪風波をばらまくことで、まあ、敵の受けるダメージを 50% 増加させて、まあ、間接的に味方の火力をここで 1.5 倍にすることで、まあ、蓄力 80% じゃなくて 60% であることをカバーしていると、まあ、カバーして余りあるぐらいこの風波があることで、ショーの方が、まあ、他の大使命やダッキーより、まあ、戦役やボスなんかにおいては基本的に味方の主力を火力アップしてくれるキャラクターになっているので、200ステージまではダメージを作りたいのであれば大使命だとかダッキーよりショーを使った方が基本的にはダメージが高くなる傾向にあります。まあ、ちょっとこれも細かく言うと、ショーはスキル2まで生存しなきゃいけないので、スキル1の蓄力を打った後敵の攻撃で落ちてもらうわけにはいかず、まあ、そうなるとリュウビちゃんのコブのタイミングで、まあ、リュウビちゃんのコブは味方人数が少ない方がより強い攻撃力パスができるんで、まあ、できれば蓄力打った後は落ちてもらいたいんですが、ショーはそういうわけにいかないんですね。スキル2の風波を打たなきゃいけないんで。で一方大使命だとかダッキちゃんなんかは、まあ、スキル2で特にやることがないので、まあ、スキル1打ち終わったら落ちてもらって OK なキャラクターになって、まあ、それによってリュウビちゃんのコブの攻撃力パスの際に人数が少ないことで蓄力と風波の合わせ技で負けてる分ですね、リュウビちゃんのコブの威力が上がることで、まあ、結局実は大使命ちゃんも小王も同じぐらいの威力にすることができると。でさらに最近では201ステージ以降の戦役なんかでは敵がバリアを身にまとってるので、バリアに対してこの風波による 1.5 倍の火力アップですね、まあ、バリア中はこの 1.5 倍が発動せず、まあ、バリアが壊れてからこの 1.5 倍のダメージアップっていうのはアクティブになるので、実はちょっと201ステージ以降の戦役との相性が良くないんですね。だったら蓄力で 60% じゃなくて 80% 火力モリモリに上げてあげて、それで思いっきりバリアを殴り壊した方が201ステージ以降の戦役では活躍できるので、まあ、ちょっと今最先端の戦役にはマッチしてないんですよね、翔ちゃん。まあとはいうものの、バリアが壊れた後はしっかり風波の 1.5 倍ダメージアクティブになるんで、そこから巻き返すこともできるんで、別に205ステージまで小は無理ってわけではなく、全然小で問題なく205ステージバッファーとして組み込んで回してるプレイヤーもいるんで、まあ私もそうですし、まあ現状すでにあんまり不満はないですね。であるとしたら、むしろスキル2のこの風波をばらまく際に知力値が敵に勝ってないと、状態上耐性 100% 無視をしながらの風波ばらまきができないので、まあこれ196ステージ以降敵にステータスがつくんで、それ以降は知力値勝負めちゃくちゃ重要になってくるんですね。まあ廃課金の人や小をガチ育成してる人は問題ないと思いますが、無備課金で小をローコスト育成してるプレイヤーなんかは知力作るのめちゃくちゃ大変で、まあ、ここが小の大きなネックになってるんで、まあ、結婚家で私的にはもう知力アップ系の何か能力をつけてあげてほしいですね。
具体的にはマーリンの方針だとか、まあ、あと帰国士の解雇なんていう白バフがショーの苦手な耐久面のアップをしてくれるだけでなく、知力値も一緒にアップしてくれるんで、まあ、解雇か方針あたりをつけてほしいですね。でちなみに今ネタバレがされている部分が一部あり、ブラウザ版の放置証書ですねの方にいる章の図鑑を見てもらうと、まあ、このスキルのところに結婚スキルの仮の枠がもうすでにできており、スキル名とあとどうやら知力値ベース防御虫攻撃と攻撃力ベース防御虫攻撃が加わることが示唆されているということで、まあ、かなり攻撃的なパッシブがつくんじゃないかっていうような予想がついてます。まあちょっとそこまで章に攻撃面期待してないので、あんまりこの情報自体は私個人的には嬉しいものではありませんが、まあ、白拓やキューちゃんみたいな感じでスキル1バフ打つだけじゃなくてスキル2は攻撃に参加できるようなキャラクターにしようっていう試みがありそうですね。まあ、だからといってショーがあんまり使えないキャラクターになるかっていうと、私は全然これだけではそんなことは言えないかなと思っており、まあ、多分エンサダメスキル最近結構モリモリにしてくれるんで、おそらく復活だとか致命ダメージ無視みたいな耐久アップ系の効果は乗るでしょうし、あとショーにいない神器みたいなダメージカット系の白バフだったりセゴバフなんかも乗るかなと。でまあと欲を言えばスキル1の方に、まあ、蓄力と影光だけだと少し弱いので、白拓みたいに氷害みたいな感じで何かもう一個ぐらい耐久アップ系のセゴバフをつけるか、むしろ火力に振って火力アップ系のセゴバフもう一個つけるか、奮起とか、いや奮起つけてほしいですね。まあ、そうすれば自分にも奮起で知力値アップすることができるんで、スキル2の知力値勝負も勝ちやすくなるし、はい、ということで今回のテケテケスキル予想としては、超、まあ、エンサダメスキルで復活か致命無視2回以上つくキャラクターになり、なおかつスキル1で奮起を追加でつけるキャラクターになると予想したいと思います。はい、もうそれだけでも結婚家としては十分すぎるパワーアップになると思うので、はい、運営さんぜひショーの結婚家元祖蓄力ばらまきキャラクターとしての返り咲きよろしくお願いします。はい、とせ明日またメンテ開けたら投用した上で検証して分析動画アップしていきますので、テケテケ明日ショー分析頑張れってことでグッドボタン押してもらえると元気が出ます。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方もぜひ覗きに来てくださいね。はい、それでは。するOh, shit.